私は6年間の間、がん対策に勝負をかけてきました。私の母もがんにかかりました。私の祖父はがんにかかって早くに亡くなって、私が生まれた時にはこの世におりませんでした。だからこそ、がんを克服できる社会を作り上げたい、その思いが強く、国会で仕事をさせていただきました。医学とこれまでの工学の研究者との知見を生かさせていただいて、新しい治療方法や新しい薬が出来上がる、放射線を上手に活用して、その物質をうまく薬に取り込んでいくことができれば、生活と治療と、そして仕事の三立をすることができる、実は日本でその物質を作れていない、このことを国会すぎで何度も重ねてきました。岸田総理大臣は、よし、やろうと決断をしていただいて、スタートラインまで持ってくることができました。しかし、こっからが勝負です。企業と研究者と技術をつないで、そして皆さんのところにお届けするまで、政治がバックアップをし、私は結果に勝負をしたい。そのために、がん対策やらせていただきたい。皆さん、そのために、どうか押し上げてください。勝たせてください。とか、よろしくお願い申し上げます。横須賀に縁がある公明党の三浦さん、この参議院選挙で三浦さんに勝ってもらわなきゃいけないんです。それはなぜかというと、参議院選挙の先に一緒にやりたいことが我々共有してるからです。この参議院選挙が終わったら議論になるのは、じゃあ防衛費を増やすといって何に増やすんですか。私は最も大事な一つがサイバーセキュリティだと思ってるんです。しかもそれが日本の中で中心となる拠点が実はこの神奈川で、さらに我々の縁がある横須賀にあるこの防衛の拠点が集まり、在日米海軍の横須賀の基地があるこの神奈川から、防衛を知る人間が、三浦さんが参議院に当選をしなければいけない、仕事をしなければいけない、それこそ時代が求める候補が三浦さんだと思いませんか。一緒にそういったことを前に進めていきます。そしてもう一つ明確なのは、菅総理の時にやったカーボンニュートラルなんですよ。脱炭素社会の実現を、気候変動対策を強化をするということを力強く押してくれたのが公明党の皆さんでした。公明党の三浦さん、当選しなかったら私も同じような思いを持つ仲間を剥がされるような気持ちだから、皆さん、あと3日、最後まで一緒になって頑張りましょう。